クズルは、ロシア連邦の都市の一つで、トゥバ共和国の首都である。クズルとは、他の多くのトゥルク諸語同様に、トゥバ語で、赤という意味である。クズルの北緯51度43分29秒、統計94度26分37秒、北緯51.72472度統計94.44361度、 51.7247294.44361にはロシア語、トゥバ語、英語でそれぞれ、ゼぜ、ザ・センター・オブ・アジアと刻まれたモニュメントが、ソ連時代の1964年から経っており、より到達不能局に近い北四43度40分52秒、統計87度19分52秒。 北43.68111度統計87.33111度4 3 6 8 1 1 1 8 7 3 3 1 1 1に、類似のモニュメントが立つ中華人民共和国新疆ウイグル自治区のウルムチと共にアジア大陸の地理的中心に位置すると自称しているクズル付近にある BE コールヘム川とカーヘム川の合流点クズルでは エニセイ川が横切るようにして流れている。発展しているのは、エニセイ川の南側の川沿いであり、エニセイ川の二つの源流である、B イコールヘム川とカーヘム川が出会う場所が、最も発展している。ここの堤防の上には1964年に建てられたモニュメントがある。クズルの音楽劇場クズル近郊のシャーマンクズルは1914年にベロザルスクとして誕生した。 1918年にはヘムベルディリと解消され、1926年に現在のクズルとなった。2004年9月には市政90周年を呼び、トゥバ共和国のソビエト連邦加盟60周年が祝われた。晩年のアメリカの物理学者リチャード・ p ファインマンは、一風変わった地名である、この地に行こうと何年にもわたって交渉を重ねていた。このエピソードは、 ファインマンさん最後の冒険に記されている。ありがとうございます。